コブナントのネットワークは大混乱よ。情報から推測すると、フラットを見つけたとき、コブナントの指導者はヘイローを離れるよう命令したようね。でも遅すぎた。コブナントは墜落した巡洋艦をフラットが修理し、ヘイローから逃げ出すのに使うと恐れているわ。攻撃部隊を送り込んでフラットを抹殺し、この巡洋艦を奪回しようとしてる。艦長のインプラントチップの信号を探知したわ。生きてる。チップも無傷よ。巡洋艦の破損した原子炉からの干渉はあるけど、近くまで誘導できると思うわ。分かったわ、座標データは。あら、ごめんなさい。艦長、艦長、通じないわ。まるで船体を引き裂いたようだわ。船から漏れた冷却水が下の方に池を作っている。他の場所を探した方が良さそうね。敵を多数発見したわ。こっちに行きましょう。船の重力リフトの方よ。
想像以上の損害を船に与えたみたいな。大丈夫、冷却水はかなりの量よ。原子炉はすでに臨界点かもしれない。行けるはずよ。コブナントのネットワークが混乱してる。システムにアクセスできないわ。記録によるとシャトルベイはこっちよ。
もう一つのシャトルベイのようね。3階から指令室に行けるはずなんだけど。早く艦長を見つけなくちゃ。生体反応がないわ。艦長すでに奴らの餌食になる。フラットをこのリングから出すわけにはいかないわ。インプラントチップを。ありがとう艦長。さあ出ましょう。オータムに戻らなければ、乗り物はシャトルベイで調達しましょう。
ちょうどいいわ。コブナントのバンシーをもらってオータムに戻りましょう。